感謝します。お立ちになれる方はお立ちになって共に主を褒めたたえてまいりましょう。と一番最初にイエスを賛美します。光、暗闇の支配から
私が言い送ったその言葉の成就を必ず実現させていこうと知らされます。あなた方に与えられたその神の言葉を、その確信を離さないでしっかりと握りつけていきなさいと知らされます。私はこの時に、あなた方一人一人の人生の中に、あなた方のその歩みの中に、私の圧倒的な力を表していこうと知らされます。神の言葉に固く立ちなさい。戦いやぶつかりの中で、あなた方はその言葉を話してはなりません。神の言葉に立ち続け、私の勝利を共に見ていきなさいと知らされます。私の言葉があるならば、あなた方が安心しなさい。神の言葉はあなたを生かし、神の言葉はあなたを立てると称されます。その主の真実の言葉を、この月私はあなた方の前にさらにはっきりと明確に表していくと称されます。それ、あなた方のその土台となる部分をしっかりと強めていきなさい。足腰を強めなさいと称されます。固く立ちなさい。霊的な足腰を、その土台をしっかりと強めていきなさい。祈ることはあなた方にとって守りであり、恵みであり、祝福であると知らされます。私はあなた方一人一人をこの中へと、この祈りの中へと導いていこう。あなた方が祈るとき、確かに多くのことからさえ示され、開かれ始めていくと知らされます。心を定めて祈っていきなさい。腰を落ち着かせ祈っていきなさい。祈ることを通して、私はあなた方に交わりを与え、私の豊かな祝福をさえ添えています。それではもう一度主を褒めたたえてまいりましょう。神様に会う時が近づいてる。目を覚まして神に満たされ、賜物を持ち、主が言われたこと忠実。神様に会う時まで、顔と顔合わせ合う時まで備えよう。神様ありがとうございます。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。